皆さんこんにちは、日向坂46の高橋みくにです。藤島かほです。私たちは今北海道新千歳空港に来ております。イエーイ、新千歳空港です。というのもですね、はい、あの現在46時間テレビがもう本当に今放送中なんですけれども、はい、デイ2なんですけれども、はい、私たちは北海道に来ちゃいました。中継をするために。イエーイ、ありがとうございます。そこでですね、はい、あの今までいろんなメンバーが地方であのポスターを貼りに行くキャンペーンをしていたんですけれども、うんうんうん、私たちは今日北海道でそのキャンペーンを行いたいと思います。はい、今日はちょっと、はい、地元民、はい、カホリンに引っ張ってもらおうと思います。お任せください。よろしく、ね、私が案内します。頑張っていきましょう。頑張しましょう。おうはい、私たちは今エスコンフィールド北海道にやってきました。イエーイ、エスコンです。エスコン、エスコン。ここはあの北海道日本ハムファイターズの拠点ということなんですけれども、はい、来たことある？初めてなんですよ。あ、初めてなんだ。ずっと行きたくて今日念願が叶ってめっちゃ嬉しいです。そう、今日ねカホリンちょっとハイなの。めっちゃ楽しいです今喜んでるの、はい、今日はあの、うん、晴れてるので、うん、今シーズン初、うん、屋根が解禁されたらしいです。屋根がないんですよ今日の試合は。そうなんです。なんかすごいいい日に来れたね。そうなんです、素敵な晴れた日。すごく天気にも恵まれて、はい、どうしたの？ここでポリーからの発表があります。何何？藤島かほさん、6月28日金曜日、エスコンフィールド開催試合ファーストピッチ決定。え、待って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 、え、本当に嬉しい、ありがとうございます。びっくりした。そうなの。え、知らなかった。嘘。え、あのさ、自販機の時怪しいって思わなかった？思わなかった。今カフェよかった。コーヒー飲んでるんだなって思ってます。嬉しい、ありがとう。ここにありがとう。嬉しい、ありがとう。はい、今エスコンから帰ってきた。いや、広かったですね。別の場所に移動してきて、はい、移動しました。はい、早速ポスター活動をしていきたいと思います。北海道ですか。私があのリサーチしてきたんですけど。おー、ありがとう。その宮崎県出身の店主の方が経営されている、うん、そのチキン南蛮のお店があるらしいので、そうなんだ。と宮崎関連でお邪魔できたらいいなって思って、うん、ここかな。そうなんです。え、じゃあじゃんけんポンで勝った人が行こう、うん、そうですね。アポ、アポ。そうだよ、本気アポですね。初めてのアポ乗りですよね。本気アポ。よし、勝った方が行きます。うん、最初はグーじゃんけんポン。うわー、じゃあ私が行ってきますので。じゃあ私が待ち構えてますね。緊張する。頑張ってください。頑張ってください。私あの日向坂46っていうアイドルグループで活動してるものなんですけれども、あの今私たち宮崎県でライブをするにあたって全国各地で PR 活動を行ってて、ちょっとこちらで YouTube の撮影をしたいんですけれど。みくにさん、みくにさん、 OK OK だった。 OK でした。よかった。早速2人で行きましょう。はい、お邪魔します。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー、待って、いいところに。いいですか？ありがとうございます。ちょっとじゃあ早速書かせていただきます。はい、ありがとうございます。北海道ちゃんも書いたりしようかな。え、すごい。やっぱ北海道の方はさ、細かく書けるものなの？え、そうですよ、こだわっちゃいますよ。へ
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私たち9月に日向サンマリンスタジアムっていうところでライブさせていただくんですけど、その関係で来てくださったんですよ。そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。失礼します。ありがとうございました。さんのお家の近くにポスター貼らせていただいたので、はい、ぜひ来た際は見てみてください。お願いします。あ、待って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 、ちょっと待って待って、あえ、サクサクしてる。あの味は、これは人気ナンバーワンです。私たちはこれから札幌のどこかで路上ライブをやりたいと思います。はい、頑張ります。頑張りたいと思います。頑張ってね。緊張しちゃう、どうしよう。ではそれでは頑張りますので、スタジオにお返しします。大通り公園で、ひいらぎさんっていうお二方が、同じレーベル のご縁のある方ということで、あ、そうなんだ。そうなんです。そこに参加させていただけるかもしれない。ということなので、大通り公園にちょっと行きたいなって思ってて。結構そこは路上ライブスポットなの？そうですね、路上ライブしてる方結構見ます。そうなんだ。私も現役時代見てました、北海道現役時代、はい、あとドキュメンタリー、最初のドキュメンタリーを撮ったのも大通り公園なんですよ、うん、あ、そうなんだ。なのでなんか初心に帰って歌えると思います。さっき車の中でも練習したんで、はい、頑張って歌ってきてください。みくにさんに教えてもらいました。いやいやいや、頑張ってね。はい、頑張ります。行ってきます。ありがとうございます。行ってきます。こんにちは。こんにちは。すいません、突然お邪魔して。皆さんこんにちは、日向坂46の高橋みくにです。日向坂46の藤島かほです。よろしくお願いします。今九州はもちろんなんですが、この46時間テレビで全国にメンバーがお伺いして宣伝活動をしております。私たちが来ているここ札幌は宮崎からは最も遠いのですが、親戚が宮崎にいるよとか、友達が宮崎にいるよとか、日向坂46のこと知ってるよなんて方にお会いできないかなと思い、この路上ライブをやってみようと思いました。ありがとうございます。ということで、カホによろしく。さあ、今日の路上ライブ、先輩の三國さんは来てくれたんですが、一人で歌うのは心細いということで、とっても頼りになるヒイラギのお二方を、お願いします。一曲目に歌う歌が、その車輪がきしむように君が泣くという、私にとっても思い入れの深い曲でして、ゆったりした優しい曲なので、優しい気持ちで聴いていただけたら嬉しいです。どこまででも走れるはず。
日向坂46って神曲が多いんですけど、そうなんです、その中でも私の中でまだもっといろんな人に知れていいんじゃないかなっていうキラキラ神曲がありまして、ひらぎのお二方にアコースティックバージョンにしていただいて皆さんにハッピーな気持ちをお届けしたいなって思います。次が最後になるんですけど、一生一度の夏という曲を歌わせていただきます。いただいたんですけど、今年の夏の終わりに日向坂46でも宮崎県に日向宮崎県総合運動工場日向サンマリンスタジアムにて公園で日向サンマリンスタジアムにて日向坂46フェスをさせていただきます。はい、なのでぜひぜひ夏の思い出作りたいよっていう方だったり、日向坂46と青春したいよっていう方、ぜひ皆さん日向サンマリンスタジアムに遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日向フェスに遊びに来てください。日向フェス来てください。すいません、いいですか。ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。またやりたくなったらぜひ来てください。またぜひよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。それでは、はい、お疲れ様でした。これがラム。ラムよ。で、次がこちらがロース。ロースね。ちょっと言っちゃいますね。これが柔らかジンギスカン。すごい、色がすごい。で、これがエゾシカ。エゾシカは北海道のシカです。あ、そうなの。で、北海道っていう意味の。あ、もうロース。うわー、すごい。楽しみ。うん、美味しい。美味しい。柔らかい。柔らかいです。いい感じ。頭がすごいね。美味しい。初めてのジンギスカン。初めてのジンギスカン。うん、
おいしい。嬉しい。おいしいですか。結構歯ごたえあるかも。うん、確かに。ちゃんとこちらにもポスター貼っております。貼らせていただきました。はい、もちろん、ピロンで PR が優先ですもんね。46時間テレビの生中継をすべて終えてきました、はいはい、お腹いっぱい。ジンギスカンもね、たらふく食べて、はい、ちょっと ゆかりのあるところ行きたいなって思って、ね、はい、今回は、うんうん、以前多分君はゼロから1になれのヒット祈願の時に、はい、久美さんも行ったご飯屋さんがあるんですけど、はい、そこがひらがなけやきの時のゼップツアーの際に、多分みんながご飯会した場所があるみたいなので。そうなんですよ。これ46時間テレビ1日目の時に、うん、あや姉さんにジンギスカン食べたことありますかって聞いた、うん、そしたらあるよって言われて、あっていうのがここがここの今向かってる向かってるお店なんですよ。そうなんだ。そうなんです。そんなゆかりのあるお店にお邪魔したいなって思います、ね、ここでポスター貼れたらいいけど。さあ、あ、すごいすごいすごい、いい匂いした。いい匂いと、じゃあちょっと素敵な音がする。ここは私が、はい、行ってくれるそうなので、はい、任せてください。頑張って行ってきます。行ってらっしゃい。失礼します。こんにちは。今日向坂46というグループで、お邪魔させていただいてるんですけど、オッケーやったー。じゃあ早速書きに行きますか、はい、やってみたかったんですよ。初めてやりました。芝居失礼します。あ、こんにちは。こんばんは。ところにどうぞ、はい、あら、無事ですか。はい、ジンギスカンなので。かわいい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ伊沢さん貼ってきました。はい、終了。北海道来た際はぜひジンギスカン食べてみてください。お願いします。今から、はい、たぬき工事商店街に行ってみます、はい、そうなんで、ね、たぬき工事って、うん、本当に長い長い商店街なので、うん、そうだ、お店結構入ってる。待って、ここは人多い。あ、今たぬき工事4丁目と5丁目の間にいます。間にいるの。はい、そうね、まあ、しかも土曜日だしね、人がたくさんいっぱい人いる。にぎわってますね。すごいです。すごい。ちょっとお土産屋さんとかだったら、その北海道にお住まいの方だけじゃなくて、いろんなところから北海道に遊びに来た人が立ち寄るかなって思いまして、はい、ちょっとそういったお店を探し中でございます。いろんな人に見ていただきたいですからね。そうですね。なんかライブハウスがあったり、ね、なんかこういういろんなご飯屋さんがあったり。お、お店見っけ。お土産屋さんいっぱい人いる。ちょっとじゃあ、はい、ここにまずお邪魔します。どこだろう、店員さん。タヌキとツーショット撮ろうかな。タヌキ、タヌキです。たぬき工事なので、至る所にたぬきがいます。たぬき、2個目たぬき。あ、あ、え、え、え、あ、びっくりした、びっくりした。 OK、 貼っていいそうなので、早速書きに行きましょう。はい。え、マリモって、うん、東京にあります。マリモってコケみたいな、はい、え、そうです、そうです。あるんじゃない。あ、そうなんだ。あんまり見たことないけど、北海道のお土産屋さんによくあるので。あ、有名なの、マリモ。結構有名かもしれない。私、マリモ育ててました。そうなんだ、はい、3匹くらい育ててましたよ。あ、ヒキって呼ぶんだ。はい、人のように。3匹って隣にクマが見守ってるのがなんかじわじわくる。ここに手足が長いみたいな。
さすがです。ポスター貼らせていただきました。貼らせていただきました。ありがとうございます。すごくいいところに貼っていただいたので、1階から2階への螺旋階段、皆さんぜひ北海道に来た際にはたぬき屋さんでお土産を買って、はい、ついでにこのポスターも見に来てくださったら嬉しいです。お願いします。札幌の PR が終了しました。終了しました。どうでした地元凱旋は。いや本当に幸せな一日で、うん、まあ、なんかやっぱりあの北海道のこの広大な土地で、うん、あったかい人たちとたくさん出会うことができて、うん、すごく幸せだったなっていうふうに思いますし、なんかやっぱり私は北海道でライブしたいっていう夢があるので、そうだね、それもまたいつか叶えたいし、そのためにまずは日向フェスを大成功させたいなって思いました、うん、頑張ろう。それではご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。